好きな選手。好きな選手、それ日本人の方がいいのかな、外国人。外国人でもいいの。じゃあね、マンチェスターシティっていうチームのダビド・シルバ選手ってわかるかな。わかる。いや、サッカー通、小学校の時外国人選手誰も知らなかった。ジダンも知らなかったもん。すごいね、サッカー好きなんだね。そう、シルバ選手が好きです。好きな選手教えて。メッシ。メッシ、はい。あとは、あとはネイマールも好き。ネイマールも好き。もう一個、もう一人、もう一人だけ。あと、あとあとあと、川選手。ああ、ありがとう、ありがとう。全部声消してください。今のやつ、周りからのやつ全部声消した上で梶川選手だけお願いします。ありがとう。どうやったらキックが強くできるんですか。あ、キックが強く蹴りたい。でも僕も多分中学校ぐらいまであんまり蹴れなかったけど、絶対キック筋肉ついてどんどん強くなるから、強く蹴るより正確に自分が思ったところに蹴る練習した方がいいかな。全然飛ばなかったから、小学校の時とかキックベースとかしてもちょっと恥ずかしい。みんなあんな飛ぶのに、サッカーやってないやつもあんな飛ぶのにって思ってたけど、みんな必然的に絶対キック力はつくから、よりもまとめがけて蹴るとか、そういう練習した方がいいかな。大丈夫。よし。どうやったらドリブルが速くなるんですか。ドリブル速く、まあでもそれもね、もう練習するしかないけど、そのただただこうドリブルするんじゃなくて、コーンを置いて、そのスラロームとか自分がこう普段使わないところで練習するとか。どうちょっとちゃうなって感じ。それちょっとちゃうわって。大丈夫。これはね、2人とで、これは僕から、アスレタの上下のちょっとね、使ってた臭かった、ごめんね。じゃあどうしようかな。これね、リバーシブルだから、もう目立ちたい時はこっちで俺やってますよみたいな、なんか時はこっちで、ちょっと控えめの時はこっちで行こう。今日はちょっと控えめにこっちかな。ごめんね、1個しかなくてセットが。はい、プレゼントです。はい、こっちだけでいいですかね。はい、書きます。こっちも書こうか。すごいよね、ちゃんと3位した。はい、暗いですか。お父さんの顎隠れちゃう。いいです。東京ヴェルディ。冷たいんだ。暖かい、いい、このままで暖かいわ。話せて顔してんな。ありがとう、ありがとうございます。キッズサプライズに行ってきました。まあ、本当に子供たちのこう反応っていうのは人それぞれだと思うんですけど、まあ、今日はどっちかというとちょっと緊張してんのかなっていう、ちょっと静かな感じでしたけど、でもなんか喜んでくれてるのかなっていうのは伝わったので、このサプライズは成功したのかなと思います。またこう応援してもらえる選手になれるように、これからも頑張っていきたいと思います。